はい、竹人です。今日もレース第3戦目頑張ります。スイミング茂木に来ております。残念ながら3日間とも雨の予報が出ております。なんでみんな雨でもとりあえず走ろうといろいろ整備したりとかですねしております。外もねお見せしておきましょうか。なかなか降ってますね。梅雨時なんでしょうがないんですけど、去年も梅雨時のレースでざんざん降りで結構大変でした。こんな感じです。まあ、せっかく雨の日にサーキット来てるんで、一応ね私も走るつもりでおります。はい、早速雨の走行で転んでおります。結構雨降ってるとやっぱこうやって転ぶとね、泥泥になりますね。とりあえず着替えな、ボロボロだよ。危ねえ。走ってるじゃない。最初超きつい、なんだこれと思ってたら、なんだ、ゆうがキラキラになった。破れた。股が潰しいや、多分本人気づいないんだけど、貧乏ちゃんはいけない。かっこいいよ。今日はまあ友達の応援とかね、特にバイクの整備もそんなにないので、茂木のグランドスタンド側に来ました。すげえ茂木来てるんですけど、こっちが来るの久しぶりです。結構なんか家族連れがいっぱいいたりしますね。はい、久しぶりにレストランを組みました。さあ、A 級A 級14番手町の皆様取れなくてイライラしてます。はい、というわけでグランドスタンド前にあるこうね、いろいろ遊ぶやつのところに来ていました。最近できたこのオトレーサーバイクです。これもちょっと面白そうなので、もしあれなら後でやってみようかと思います。なんで最後の車はまだやってた。はい、1コーナーがあって6号車もはい、お兄ちゃん最後まで頑張ってください。はい、6号車結果です。はい、お兄ちゃん決めました。はい、今日は焼き肉放題に来ました。こんな感じです。こんな感じで、なんかすげえ勝手に食えみたいな感じになってます。これからみんなで焼肉を食べようと思います。転んだ時に、はい、こんな感じで合宿みたいに楽しくやっています。あれ、はい、おはようございます。竹人です。いよいよ決勝の朝であります。相変わらず本日も雨が降っております。これね、全然降ってますね。今日向こうの方晴れてますけど、まあ今日一日やむことはないでしょうという感じがしております。まあ、頑張って予選決勝と戦っていこうと思います。はい、今他のクラスの予選が行われております。今日一日雨だと思ったら上がっちゃいましたね。路面もね、もういや、ところどころ濡れてるんですけど、コーナ
間はもう全部ドライというような状況だったりします。ちょっと今練習走行走ったんですけど、もうちょっとレインタイヤじゃとてもじゃないけど走れないかなって感じですね。ちょっとまあ午後に向けて、まあ雨降ったり、ね、降らなかったりと非常に難しいコンディションになりそうなレースだと思います。まあ、私雨の方が得意だったりするんで雨が降ってくる方が嬉しいんですけど、でもね強力に私晴れ男なんで、まあちょっと今日もまた晴れちゃうかなという感じはしてますが、宮川明選手と渡辺浩二選手が13ポイントずつで6位、小川陽一選手と武田誠選手が13ポイントずつ。一周回ってまいりましてですね、今9番グリッドに着きました。いよいよスタートまでですねあと1分といった感じであります。はい、いよいよですねサインティングラップが今スタートしました。サインティングラップでね結構みんなスタートの練習っぽいようなことをして、まあ、1周目出ていくというような感じであります。この後一周回っていよいよですねスターティンググリッドに着いたところから、レースが始まるという感じになります。今一周回ってきて、おのおのですねスターティンググリッドに着きました。はい、そしていよいよスタートという感じでいいですね。レッドシグナル点灯。ブラックアウト、今スタートしました。スタートなんですがクラッチがね滑ってしまいました。ちょっとミートに失敗してクラッチ滑っちゃったことで、だいぶ出遅れしまいましたね。9番手スタートだったんですがこのタイミングで、大体18位ぐらいという感じになっております。ね、追い上げるレースという感じになりました。そして、1周目3コーナーから4コーナーにかけて1台でも抜こうと思うんですがこれもうまくいかずにですね、1台も抜くことができないのは4コーナーを回ります。5コーナーまでの直線で1台オーバーテイク。次、1周回ってきましてですね1コーナーで、1台をまたここでパスします。しかしですね結構前と空いてしまいました。間を詰めるのに、ね、3、4周かかってしまったんですがなんとか前にいたですね9位集団に追いつくことができました。前が計6台いるわけですね。この6台をどうやって抜こうかということを考えながら必死に追っかけているという感じです。残りが4周ぐらいなんですが 130R で1台パス、続いて S 字で、次の、ね、2つ目の S 字のインを狙っているんですがちょっとこれもうまくいかずに抜くことができませんでした。残り前は5台と、しかしここで、左側から、ね、V 字でまた抜き返されてしまって、結局前に抜くやるまんまという感じです。でそのままヘアピンを回ってバックストレートですね、ここでなんとか前に2台行きたいなと思ってスリップストリームを使います。スリップストリームを使って1台をなんとかパスすることに成功しました。
その次の週の 1,2 コーナーを回って、3コーナーまでの直線ですね。ここでもスリップストリームを使って前の1台を抜いていこうと。はい、ここで1台抜き終わって3コーナーですね。ここで前2台が絡んで1台がアウトに大きく膨らんだことで、まあ、棚ぼた的に1つまた順位上がりました。前がこれで計3台ですね。そしてその中のバックストレート、ここでまたスリップストリームを使って前の1台が抜こうと後ろにぴったりついています。今スリップストリームから抜けて1台を抜きました。しかし前方に前2台いることでちょっとね手前からブレーキをかけました。そうすると先ほど抜いた1台インからもう一度差し直されるという形になってしまいました。このまま、ホームストレートに戻ってきて、ここで1コーナーでね狙うがごとくスリップストリームから右に出たんですが、やはり前にいる2台が気になってですね、ちょっと思ったように突っ込んでブレーキがかけられないと。なのでまた抜き返されてしまいます。でこのまま2コーナーを回って3コーナーまでの直線、ここでもう一度スリップストリームを使って抜きにかかります。そうすると前に2台ですね。ちょっとここがやっぱり距離感がね難しいんでブレーキ難しかったんですが、なんとか1台抜くことができました。でその周そのまま 130R から S 字の部分ですね、この 130R でなんとか1台抜こうと、ここでもまたスリップストリームを使ってアウトに出ます。S 字の1個目で、またですね1台抜くことができました。そのまま V 字コーナーのに向かって走っていくところなんですが、前の、ね、バイクちょっと加速が鈍ったのでこの隙に V 字コーナーで無理やりインにねじ込んでもう1台抜くという感じです。しかし、直線でね後ろからスリップストリームを使ってまた90度コーナーで差し返されてしまいました。そしてこのままホームストレートに戻っていよいよファイナルラップということになります。なので私はここでですねちょっとどこで抜こうかということを考えております。でなんとかねこの地で前に出てからゴールしたいなと思っている次第になります。なのでちょっとちょっかい出すべく1コーナーでインに入ろうかと思うんですが、ちょっと失敗ですね。踏まれかないですね。このまま次の3コーナーの入り口で抜こうとまた軽くスリップストリームを使うんですが、これもちょっと届かずこのまま3コーナーを回るような形になると思います。で今まで抜いてきた5台がねもちろん後ろにいますので気を抜いていくことはできないと。そして、先ほどね抜いたところと同じ V 字コーナーで抜こうというふうに決めて 130R 立ち上がり重視でアクセルを開けていき V 字コーナーで思い切ってインに飛び込みます。でこのままだと、バックストレート90度コーナー手前で差し直されてしまうので、このヘアピンをねなるべく早く回ってアクセルを開けていきたいということでいつもより頑張ってブレーキをですね、ゆっくりかけてアクセルをなるべく早く開けるという方法に切り替えました。で後ろからスリップストリームを使われているとこの辺りでねだいたい顔を出してくるんですが横のバイクが。で来なかったのでこれはうまく作戦成功という形で90度コーナー回って、6台を、ね、抜いて、このままゴールできるというふうに確信をしたところであります。まあ、最後ちょっとねビクトリーコーナー失敗するとゴールラインがだいぶ向こうにありますのでまたスリップストリームを使われてしまいますので、ここもなるべく早く、ね、アクセルを開けられるラインを通ってこのままゴールを目指すと。でなんとか後ろから来たバイクを抑えてこのままゴール。結局ですね予選9位スタートの決勝も9位でゴールとなりました。